春も皆さん、こんにちは、のいちです。ということで、まず関係ないお話からね、させていただこうかなと思うんですけども、先日、バイオレット・エヴァーガーデンをですね、僕見ましてですね、ネットフリックスで見まして、いやー、あのアニメ最高だね。超泣きました。ということで、関係ない話は置いといて、今日はですね、なんと、鬼滅の刃遊郭編のですね、最新情報が入りましたよということで、ちょっと今日のね、朝話題になっていたんですけども、今日はですね、その最新情報をまとめてきたので、そちらをお話ししていこうかなと思うんですけども、Yahoo ニュースの記事をですね、今回ちょっと引用してね、お話ししていこうかなと思うんですけど、はい、こちら、アニメ鬼滅の刃放映権をフジテレビがゲット。そして、第2期は10月放送スタート内定へということで、嬉しいお知らせと悲しいお知らせが2つね入り混じった状態なんですけども、まあ、こちらの記事をですね、今回お話ししていこうかなと思うんですけど、こんな感じで、まずはですね、遊郭編の前にですね、劇場版鬼滅の刃がですね、アメリカでもう公開されたみたいで、なんと初週末の興行収入が約22億円ということで、日本並みに大ヒットしてるね。なんか1週目の外国語映画の興行成績としては歴代1位を塗り替える結果となったということで、こちら素晴らしいですね。そしてね、アメリカ以外の海外でもなんか公開されてるみたいで、なんと日本国内でも400億円間近ということみたいですね。いやー、こちらですね、ちょっと気になって調べてみたんですけど、こんな感じですね。あと 0.3 億円ということで、もうそんなにということで、日本国内でももう本当に400億円、まあ今週行くんじゃないかなっていうレベルですね。すごい。こちらすごい。ということなんですけど、なんとロサンゼルスではこんな感じで鬼滅の刃のこのラッピングっていうんですかね、電車が走ってるみたいで、なんかなんかずるくねっていう、日本国内よりちょっと盛り上がってねっていう、ちょっとこれ関係ないんですけど、ちょっとずるくねっていう話でした。そしてですね、続いて遊郭編のことなんですけど、さあ無限列車編の続編にあたる遊郭編はですね、今年10月からフジテレビで放送されることが内定したそうです。まあこちらアニメ制作関係者のインタビューで分かったみたいなんですけど、まあそうですね、まあ嬉しいですね、まずはね。そしてですね、第1期の放送はなんと東京 MX が行っていたということで、まあ、以前からフジテレビが鬼滅の刃のアニメ放映権を獲得するのではないかと、まあ、言われていた、まあ、僕もね思っていたんですけど、まあ、フジテレビになったということで、第1期のアニメを最初に放映したのは東京 MX でした、そして映画の大ヒットに沸いていた去年10月にフジテレビでなんか土曜プレミアムという形で特別編を放送していました。まあこれはね、僕も見させていただいたんですけど、まあ確か3本ぐらい第1期の内容をまあ公開してたっていう感じなんですけど、まあこれがですね、15% に近い視聴率を叩き出しているということで、鬼滅イコールフジテレビのイメージが視聴者に着手しましたということで、まあ僕もね、まあこのあたりからなんか第2期フジテレビでやるんじゃねみたいな感じで思ってたんですけど、まさしくそういう結果になりましたね。そして今回なぜフジテレビで悲しいお知らせなのかと言いますとですね、キー局に放映権が移ることで大きな力が働いてですね、原作が忠実に再現されないのではないかというファンの中で懸念があるみたいですね。まあ僕も正直これに関しては僕もちょっと思っていますね。あの約束のネバーランド第2期はですね、フジテレビの痛み枠で放送されたんですけども、かなり原作をカットとしていてですね、なんと最終回もかなりひどいようなね、終わり方をしていてね、僕はね最終回まで見れてないんですけど、もうちょっとね第6話あたりでちょっともう見れないなという形で切っちゃったんですけど、まあこれがですね、まあフジテレビでちょっと悲しいお知らせというか、ファンの中でその原作が忠実に再現されないのではないかという懸念もあるみたいなんですよね。ですがここでですね、コンテンツビジネスに詳しいフリーライターの杉本さんがですね、なんかこう語るみたいですね。次回作は遊郭編という表記になっていますが、遊郭という売春を想起させるワードはコンテンツプライアンスに触れる恐れがありますから、それを避けるために鬼滅の刃シーズン2といった表記でも良かったはずですと。それでも原作通りの遊郭編を冠したということは、従来通りの原作の再現を貫くという意思表示なのではないでしょうかと言っているみたいですね。まあだからタイトルからもう遊郭編っていうのはまあ大人なワードなわけですから、まあその時点で結構ね、まあ、テレビで放送するには現代のコンプラなのではないかと。だけど遊郭編という表記にしているから、まあそこでね
原作通りやってやるぞという意思表示なのではないかと、この人はね言ってるみたいなんですけど、まあ確かにそうだよね。そう言われてみればそうだよね。鬼滅の刃2期でもよかったからね、別にね。だけどそれを、まあ、遊郭編という表記にしたのには何か意味があるはずなのではないかということみたいですね。さあそして続編の開始時期が10月に内定したということについてフジテレビに問い合わせてみると、編成に関してはお答えしておりませんということで否定しなかったみたいなので、まあフジテレビで秋アニメ10月で確定ではないのかということみたいですね。ということでまあこちらの、まあ、記事が出回って様々な、まあ、視聴者の意見というか鬼滅ファンの意見がね飛び交っていたんですけど、まあヤフーニュースのねコメントでねかなりまとめてくださった方がいらっしゃるのでね、まずはこちら見ていこうかなと思うんですけど、こんな感じですね。不安要素でしかない最悪の結果になった。まず1つ目、フジテレビと日テレは他局以上に CM に時間を費やすため通常24分の放映時間なのに対し、フジテレビと日テレはそれより1分から1分半も短くなるということで、まずは CM が多すぎて放映時間が短くなるということ。そして2個目、今年の1月から木曜深夜のノイタミで放送された約束のネバーランド第2期において原作を大幅にカット改編しただけでなく、最終回のクライマックスで止め絵でダイジェストにしてしまう最悪の結末をやらかした経緯もあるから、鬼滅の刃も改編される恐れがあるということで、2つ目は鬼滅の刃改編される恐れがあるということで、さっきね僕がねちょっとお話ししたことなんですけども。そして3つ目、目覚ましテレビなのでアニメに対して扱いがひどかったフジテレビが手のひら返しでバラエティなどで鬼滅の刃アピールが今まで以上にしつこくなるということで、鬼滅アピールがひどくなるということなんですけども、まあこちらは別に僕は何とも思わないですけど。4つ目、表現が規制され黒い影や謎の光などで隠されてしまう。まあ例えば血のひどいところとかがちょっと隠されちゃうみたいなとこかな。まあこれはちょっとね、まあ何とも言えないところなんですけども、まあ以上の点から考えてやはりフジテレビより東京 MX で放送されるべきだと、放映されるべきだということなんですけど、まあ確かにね僕も東京 MX だったらいいなって思うんですよ。東京 MX はやっぱり第1期放送でなかなかまあ素晴らしかったので東京 MX でいいじゃんと思うんだけど、まあ裏でねこれがねちょっと動いちゃってるんですよ。だからまあそれは仕方ないことなのかなと思うんですけど、まあね今更ね東京 MX でやるべきだって言ってもね、もう多分フジテレビでね決まっちゃってるんで、これはもう視聴者が何と言おうと多分これが動いちゃってる時点でね、もう僕たちは何もできませんよという感じなんですけど、まあこれに対してね前向きなね捉え方をしてる方もいらっしゃってですね、こんな感じで、とにかく原作のストーリー通りにいつも通りに丁寧に仕上げてくださいませ、楽しみにしています、頑張って UFO テーブル様ということで、このように UFO テーブル信者が、かなりですね前向きな意見をね、発信してくださってるんですけども、まあ、僕もちょっとこっち寄りの意見ですね。なんかもう嫌なところをバン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 なんかさ言うよりかはもうとりあえずさ鬼滅の刃が10月に放送されるっていうことがさ決まったことが僕は嬉しいし、まあ、そもそももうどこの曲でやるにせよさ鬼滅の刃がさ第2期やってくれるっていうことが僕は嬉しいので、まあ、正直まあなんか文句言っても変わる部分ではないし、まあ、こういう前向きな捉え方でいいのかなと僕は思っていますよ。まああとはねフジテレビ側もね規制したら、まあ、大炎上するっていうことは分かってると思うんですよ。だからね余計なことはねあんまねしないとは思うんですよね僕も。まあここまで大人気コンテンツを我が曲でやらせてくれと多分フジテレビ側から言ってると思うんで、それで大炎上させるみたいなことはさすがにフジテレビもね曲に関することなのでやらないんじゃないかなと思うんですけど、まあ僕はちょっとその辺のねテレビ業界に関してはあんまり詳しくはないのでまあわからないんですけど、まあ僕としてはまあ第1期通り普通に放送してくれれば嬉しいなと思ってます。もうそれ以上何も足さなくていいし何も引かなくていいです。はい、ということでね、次回はですね鬼滅の刃の上弦の鬼のね声優予想まとめね、そちらをですねまとめをねやらせていただこうかなと思うんですけど、まあねぜひぜひ次回もね皆さんご覧くださいということで、今回の動画いかがだったでしょうか。皆さんのね、意見なんかもねぜひぜひ、コメント欄なんかにねよろしくお願いいたします。そしてですね、チャンネル登録高評価なんかもねぜひぜひよろしくお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。ということで今日の雑談はありません。